スレープニルに起乗したオーディンを描いたシェングビーで絵画石碑から北欧神話ではオーディンはセイズと深い関わりを持つセイズは後期的時代の古代スカンディナビア社会において監修として行われていた魔術の一種を指すコナルド語の用語北欧の信仰に関係するが起源についてはほどんと不明であるスカンディナビアが キリスト教を消するにつれて損なわれていった。セ図ズについての記録は、佐賀やその他の文学的な情報源に見られるが、さらなる証拠が考古学者によって発掘されている。様々な学者がセ図ズの性質について議論した。何人かの研究者は術者による幻想的な旅を引き起こすことから、セ図ズは文脈の中でシャーマン的であると主張した。 男女どちらともが、セイズの術者であり得るが、多くの裏付けによれば、ほとんどが女性である。そのような女予言者は、ボルバ、セイズコナ、ビーセンダコナなど様々な故障で知られている。男性術者の記録もあり、セイズマズルとして知られるが、魔術の修練の間に、男性術者は、エルニと呼ばれる社会的タブーを犯したため、結果として迫害されることもあった。多くの場合、 魔法を実践する者は儀式の手助けをする助手がいたであろうと考えられる。キリスト教系以前の北欧神話の中では、セ図ズは戦争と死分と魔術の神オーディンと万神族の一人で、アース神族に、セ図ズの慣習を教えたと信じられているフレイヤーの、両神と関連していた。シティや、セイズの術者に対する、呪いの言葉を刻んだルーン石碑。デンマーク。二十世紀になると、 様々なネオペーガニズムの支持者が新宗教運動を起こし、セーズを含む魔術的、宗教的な儀式を行った。これら現代のセーズ実践者は、その後、宗教学の分野で働く様々な学術的研究者により調査されている。セーズの語源は不明である。しかし、ここをドイツ語と英語の関連語は、コード、ストリング、スネアー、コード、ハルターにつながる。 スカルド氏、ラグナル昇華の因文十五には、この意味で、セイズの語を使用した一行がある。しかし、この語源が、どのようにセイズの史実と関わるのかは明らかでない。古代北欧の文献や魔法に関する伝承では、有引の紐の使用が、セイズに関わりがあると、示唆されており、それによれば、有引は、セイズの史実の要素の一つである。しかし、 もし、せ図が、糸巻きの古符に関連するのなら、あまや羊毛を紡ぐ際に使う道具である、糸巻き棒が、せ図の術に関連すると思われることの説明になる。せ図と同族の小英語の単語資源、シドザは両方とも、エルフに使われたというしさが、文脈から読み取れるだけである。これらは、せ図に類似した、何かを意味していると思われる。魔術を行うものを意味する声語の単語は、ウィッカ。 ウィッキーで、これは、現代英語のウィッチの語源である。セ図ズには、主家の呪文と、おそらくは縁を描くような部位を伴う。セ図ズの術者は主に女性ボルバであるが、男性の術者もいる。女性の術者は、バイキングのコミュニティにおける宗教的指導者であり、通常、神々や精霊を呼び出すには、他の術者の援助を必要とした。セ図ズの儀式には、 女性霊媒は必要ではないが、コミュニティの女性たちの精神的な関与が求められ、コミュニティは、協力に努めた。赤毛のエイリークの佐賀をはじめとするスカンディナビアの佐賀に、描かれるように、女性術者は英唱と祈りを通じて、精霊と通じていた。バイキングの文献によれば、セ図ズの儀式は、固有の危機に際し、未来を見通し、敵を罵り、 魔法をかけるための手段として用いられた。このようにセ図ズは、偉大な善のためにも、破壊的な悪のためにも、日々の導きとしても用いられた。バイキング時代、男性によるセ図ズの手術は、めめしさを感じさせる行動であり、あけっぴろげで率直な理想的男性像とは相、い、入れないものと受け止められていた。フレイヤだけでなく、おそらく、北欧神話の女神たちの幾人かは、 生図の実写であり、オーィン同様、ロキの抗論でロキに罵倒される元となる。赤毛のエイリークの佐賀13世紀の赤毛のエイリークの佐賀によれば、グリーンランドにはソルビョルグという名の生図粉やボルバがいた。彼女は青いクロークを着て、白い猫皮で縁取られた黒い子羊の帽子をかぶり、その象徴である糸巻棒を手に、高い段の上に座っている。 サガでは次のように歌われる。その他のサガスヌリがユングリング家のサガに記したように、セーズには、占いと遠隔操作の魔法が含まれる。セーズの術者の占いの方は通常、メンフラムゼニアやメンファースペアといった予言者が行う、日々の牧戦とは、刑事上学の特徴が異なっていたようである。ニール・プライスは、アーギーとの関連から、セーズは疑う余地なく、 社会的な道徳と心理的境界の一つにあると記述した。事実上製図には性的な一面があり、ニール・プライスは実際に性的行為を行った可能性もあると主張している。製図の術者が用いる杖が男性器の模造品として使用された可能性を様々な学者が主張している。根拠としてアイスランドの様々なサガに杖を表す陰形の語句があることを挙げている。 7世紀の絵画石碑。オーディンが導く兵士の一団全員が腕輪をつけている。バルクヌトという象徴が四本足の馬の下に描かれている。オーディンの持つ多くの妖体には魔法の領域が存在すると英国の考古学者ニール・プライスは書き記している。ロキの口論で、ロキは製図の監修を行ったとがで男らしくない十作だとオーディンを非難する。 これに対する免罪が、ユングリング家の佐賀にある。この佐賀では、聖図の慣習に従うことで術者を弱く無力に、できたと、スノッリは考えている。北欧神話における聖図の例となる可能性があるのは、巫女の予言で、死の題名の由来になった巫女、ボルバが見た予言的な原子である。彼女の見た原子は、聖図と明確に関係するわけではないが、ヘ図ズと呼ばれる。 登場人物に発生している。この人物は伝統的にフレイヤと関連付けられたり、ボルバと同一の場合がある。この記述の中のボルバと北欧神話における運命の女神のルンの関係は強く、はっきりとしている。神話における聖図の術者には、グロアも挙げられる。グロアはトールを助け、スビプダグルの言葉の、グロアの呪文家と名付けられた詩では、墓の下から呼び出されている。 オーディン同様、北欧神話の女神フレイヤもまた、現存する文献の中でセーズに関連付けられている。アイスランドの詩人、スノーリによる、ユングリング家の佐賀によれば、セーズはもともとン神族の監修だったが、自分自身ン神族の一員だった、フレイヤがアース神族に加わった際、これをアース神族に伝えたと書かれている。フレイヤは、ユングリング家の佐賀内で、 生図の秘宝に長けたものとして描かれ、オーディンに、生図を教えたのも彼女だとされている。ドーティア・アンジャー・アーサル・バリエーション・フレイヤ、本・バリエーション・ブロト・ギスや、本ン・ケン・ディ・ファイ・アース・ト・メス・アッサム・シース、セム・ボナム・バリエーション・ティ・ティ・ティ・ニョルズの、娘・フレイヤ、彼女は生贄を統括する。バン神族の監修、生図をアース神族に最初に伝えたのは、彼女である。1835年。 ヤーコプ・グリムのドイツ語辞典出版以来、学会はバルトフィン書語とセイズを結びつけ、佐賀その他の呪術の描写に言及したり、サーミ人の不形成者アーマンであるのアイデとセイズを関連づけたりした。しかし、インドヨーロッパ語もまた機嫌たり得るのである。フィンランド語のセータ、サーミ語が変化したシーリは、人間の形をした木や大きくて不思議な形をした岩石を意味するが、 必ずしも魔力に関連するわけではないことに注意すべきである。一方でこれらの語が最終的にはセイズという語から生じたと言える根拠もある。ヨルダネスはその著作ゴート人の自責の中で噴族の起源は魔女と不浄な魂の混合にあるという記述を残している。この魔女たちはフィルマー王の命によりゴート族の軍に駆逐されたとされる。ヨルダネスは 魔女マガエ・マリアーズのゴート語は母アナであり、子英語ヘルロナは、魔女、ココードイツ語のヘリロナは、高齢術を意味すると伝えている。現代のペーガニズムは、ネオペーガニズムとも呼ばれ、多種多様な新宗教運動を包括的に表す語である。それらの宗教運動は特に、前近代ヨーロッパの様々なペーガニズムの心情に影響を受けている。 ネオペーガニズムの宗教のいくつかは、オリジナルの特に中世の宗教的信条とアングロサクソン系、イングランドの実践をインスピレーションの源とし、アングロサクソンの神を自分たちの神として扱っている。製図は団体や術者によって、それぞれ様々に解釈されているが、通常は意識の変革や体を操る術と捉えられる。ティアナエル・パクソン率いる集団。 ハーフフェナーは歴史的資料をもとに、セーズの再現を試みた。ヤンフライズは、シャーマンのすべである神がかり的な感情爆発と還元づけて、セーズとは、シャーマンの震えの一種であると考え、その思いつきを実験を通して発展させた。ブレインによれば、セーズは英国のドイツ系ネオペガニズムにおいて、より広い宇宙論と術者をつなぐ。 精神的経験の本質的な部分であるという、ありがとうございます。